東京都の小池知事の発言が入ってきました。警視庁の家宅捜索を受けた翼の党による選挙妨害について改めて憤りをあらわにしました。もうこんなに身の危険を感じながら選挙をするのかというのは、私はその有権者もそれを見ておかしいと思いますし、ここ日本ですよね、非常に疑問というかおかしいと思います。立候補することはすなわち当選を目指すことであって、他の候補者に対して妨害を与えることが目的だったり、ビジネスをそれでしましょうというのは本来おかしな方向なのではないかというふうに思います。小池知事は翼の党の妨害行為が乙武候補の選挙に影響を与えたかと問われると、もうたくさんありますねと語気を強めた上で、公職選挙法の見直しも必要との考えを示しました。